反対ですね。これはこう回った方がいいのかな。ああ、え、何どうすればいいの。わかんない。もうちょっとこっち行って。え、この端はどう置きたい。もうちょっとこっち行って。じゃあやる。はい、はい、やりましょう。やりましょう。とりあえずこの写真はアメリカの日系アメリカ人の人が戦時中に強制収容所から自分の家に戻ってきた時の写真。まあとにかく今日やることは普通に写真を見るんじゃなくてちょっと違ったことをして写真を見てどう考えたり感じたりするかっていう実験をやりたいなと思ってます。よろしいですか。はい、はい、何をするかも含めてまあやっていきましょう。はい、どこまで行くの？この辺で。この辺はもうなんか。ここまでやります？多分これ以上先こじするとちょっと。そう、一番遠いだけ。とりあえずまずここで見てそれから降りてってことですね。ここで見た状態でどう見えるかをやって。はい、で、この後。今日さ、俺が面白いなと思ったのは、ノージャップスポンテッドって書いたんだけど、はい、まあ日本人はいらないみたいな、歓迎しないよっていうグラフィティが書いてる横で、すごい結構いい笑顔なんだよ。ちょっと笑ってますよね。楽しそう。っていうか、むしろノージャップスしか書いてない。ノージャップスって読んでる。この子供が持っている、これが、なんか人形かな。なんか怖い感じ。犬っぽいよ。ひよこ？わからない。なんか持ってる。でもこれ子供の手じゃないでしょ。子供の手は人形の手じゃないでしょ。あ、ほんまや。あ、じゃあこれ何？なんかあの人形の頭みたいな形だけど、ここになんか手みたいな。あ、本当だね。だからこれ、いやでも意外とこの人たちが英語わかんなかったかもしれないよね。うん、意味が分からずに笑ってるっていう、笑ってたとしても書かれてたら嫌やろ。いや、それがちょっとひねくれたやつで、かっこよくねみたいな、いいじゃんとかじゃないの。あ、なんか逆にこうアメリカの文化にっていうか、アメリカに憧れみたいな、うん、よし、じゃあ駆け下りますか。はい、はい、はい、行きますか。ちょっとあの滑りそうな感覚ではありました。いや、じゃあ降りるのは普通でいいからさ、上がるのはさ、やっぱりなんかみんな下で待ってて、用意どんで上がってってさ、見ればいいんだ。あ、じゃあ、リングに下でてこれ。私もなんかさっきとちょっと表情が違う感じがする。女の子、うん、特に女の子の方で、なんかこのお父さんの方もなんかもう笑うじゃない。それはなんかこれ角度、なんかお父さん笑って見えない。そう、でもさっきあの最初に上に上がった、うん、笑ってた。俺じゃあ2回目走ってこようかな。俺マジで
勝負しましょうか。行きますか。はい、いいな。あと誰か一人ぐらい。はとりあえず飲んで。すげえ。どうした？早っ。私ヒールの下頑張ってるからね。うん、こっちから見るとすごい鼻の穴が広がってるように見える。女の子の。なんか家曲がってる気がするんだけどな。あのお母さん肌ツヤいいね。うん、でも花咲いてる感じ良くない？花が咲いてる？花かなんかじゃないですかこれ。ああ、タンポポに見えるんですけど。綿？綿？ああ、小さいやつ。はい。あ、本当だ。ああ。じゃあ春かな。かな。こっちもなんか咲いてるし。うん、咲いてる。じゃあまあそんな感じで今日の授業はこれで終わります。はい。結果女の子とや顔。